岩見沢市の美園小学校に通っていた6歳からクラブチームでバドミントンを始めたという東野有紗選手。東京オリンピックで獲得した銅メダルを持って母校を訪問しました。2年後のパリオリンピックでは金メダルを取って、今銅メダルなんですけど、ここにあるのは金メダルを持ってこれるように頑張りたいと思うので、また応援よろしくお願いします。東野選手には表彰状のほか、記念品としてキツネの耳カチューシャが贈られ、子どもたちからキツネダンスのプレゼントもありました。憧れの先輩との触れ合いに子どもたちにとっても楽しい時間となったようです。